皆さんこんにちは、さきっちょナースたきです。とね、今月私ダイエットをしてたんですけど、もうすぐちょっと女の子の日が来そうということで、もう食欲がちょっともうどうにもできなくって、今日はもう誘惑に負けてマクドナルドを買ってきてしまいました。女性の方は共感してもらえるかもしれないんですけど、本当に生理前って悪魔が食欲を支配してるんじゃないかレベルで増すんですよね。ちょっと自分ではどうにもできなくて、まぁ、ちょっと今回はせっかくなんでこのマクドナルドを食べながら、生理前になぜそんなに食欲が増すのかとか、まぁ、その原因とか、まぁ、対処法って言っても、まぁ、今対処できてないんですけどまぁ、そういうのをねお話ししながら食べようと思います。ではちょっとあったかいうちにいただきます。私いつもねこれ買っちゃうんですけど、じゃん、今回はねエビフィレオと、はい、マクドナルドといえばポテト、ちょっとしなってますねとゼロコーラを頼みました。ゼロだから、まあゼロキロカロリーってことでいいかなということでいただきます。うわー、喉乾いてたんですよ。わーい。皆さんは何が好きですか、マクドナルドで。私一番頼む率高いのエビフィレオなんですよね。いただきます。今日お腹空いてた。今ポテトも、食べながら喋るの難しいですね。私割と一個のことしかできなくて、喋り出すと手止まるタイプなんですよ。その毎月女の人って生理が1回来るんですけど、あのホルモンのバランスっていうのがこう変わってくるんですよね、その時期によって。で、女性ホルモンって2種類あるんですけど、そのエストロゲンっていう髪とか肌をねツヤツヤに保ってくれる役割であったりとか、こう自律神経をねこう活発にして結構気持ちが明るくしてくれるような働きがあったりする、結構プラスに働くホルモンなんですよね。で、もう一個はプロゲステロンというホルモンで、妊娠する時には欠かせないホルモンなんですよね。なんでその赤ちゃんを守るために、この子宮のベッドみたいな、なんかその内膜を厚くしたりとか、もちろんそうなるとこう水分を溜め込んだりとかするので、むくみやすくなったりとか、あとはその皮脂のバランスとかも変わってきてニキビができやすくなったりとか、ちょっとこっちのプロゲステロンっていうホルモン割とデメリットがあるようなホルモンなんですよね。で、そのプロゲステロンっていうホルモンが食欲の増加の原因なんですよ。このホルモンが増えたらイライラしたりとか情緒不安定になったりするんですよ。なんでその生理前っていうのはすごいこう何も理由がないのにイライラしたりとか、なんかこう気分が沈んじゃったりとか、こううつうつした感じになりやすいっていう風に言われていて、まあ、実際私もそうだなって思います。で、このプロゲステロンっていうのは生理が始まる2週間ぐらい前から増え始めるんですよね、徐々に。まあ、生理の直前から生理中が一番ピーク で、それが終わると徐々にこう減少してくるんですよ。で、それと同時にそのエストロゲンっていうさっき話したホルモンが増えるので、こう気分がねこう上がってきたりとか、こう肌のツヤとか髪もねだんだん良くなってきたりっていうのが起こります。で、それが大体のこう女性の周期ですね。なんでこう生理前っていうのは気分も落ち込むわ、肌のツヤも悪くなるわ、食欲増すわで、本当になんかもう地獄みたいな感じなんですよね。なんで、まあ男性も大変だと思うんですけど、なんか女性も大変だなって、その体の面でね思いますね。生理前って体重が 2,3 キロ増えるのって結構ザラって言われてて、まあ、ぶっちゃけそんなに増えたらこうショック受けるんで、あんまり増えないようには努力はしてるんですけど、1キロぐらいはそのプラスになったりはしますね。あの食事でただ脂肪がついたっていうの以外にも水分をものすごい溜め込むので、それで体重が増加してるっていうのもあって、でその生理が終わると同時に水分も排出されてむくみとかも軽くなるので、その水分量が減ったら体重も減るので、その生理前の太ったままプラス 2,3 キロ太ったままっていうのはずっと維持されないことが多いです。まあそこはなんか安心していいかなと思ってて、まあとはいえね、やっぱ体重が 2,3 キロ増えたらやみますよまあなんでちょっと、まあ食べた分は軽くこう運動したりとか、
生理痛みたいなのがひどい人は本当に動けないと思うんですけど、動けるうちに私はちょっと散歩に行ったりとか、なんかこういう軽くストレッチしたりとかマッサージとかをしてます。私ずっと喋り続けちゃうんで食べるの忘れてました、普通に。でもポテトは美味しいでね。私のチャンネル見てくださってる方は結構男性の方が多いんですけど、男性にはその生理って直接的に関係はないんですけど、でもそれパートナーの方にはあるわけじゃないですか。でやっぱ気分が落ち込んだりとか、こういう今話してるみたいな食欲の増加とか、そういうのがあった時にじゃあどういう風に対応したらいいのかとか、ちょっと逆にこれはちょっと絶対に言わない方がいいですよっていう話があって、私の実体験なんですけど、その今はまだマシになった方なんですよ、これでも食欲が。で本当に10代の頃とかもっとすごくて、もうなんだろう、ご飯食べた後になんかもうドーナツとか普通に 2,3 個食べれるみたいな、なんかもう怪物みたいな感じになってて、でその時になんか当時付き合ってた人にお前ちょっと食べ過ぎやろ、太るぞみたいなこと言われて、でなんかその時にすごいなんかこう嫌な思いをしたんですよね。相手の言ってることはもう正しいでしかないんですよ。なんですけどなんかもうそれを言われたことによりまたこう自己嫌悪に陥るっていう、そのあーなんか食べちゃダメなのに食べてしまった自分、でも抑えられない食欲で、またその病んだことによってまたこうストレスで食べてしまうみたいな、本当に負のスパイラルが起こるので、もしこう彼女とか奥さんとかがこうすごいねガツガツ食べるようになっても、もう静かに見守るか、あーもう好きなだけ食べなって言ってくれる人がいい、誰かいないですかそんな人。いやってなったら多分自分が甘えちゃうから太るんだろうな。こういう動画をね初めて撮ったんですけど、どうですかね、なんかゆるい動画も上げれたらなとか思ってて、なんでぜひ今回の動画に対してのコメントとかもろもろお待ちしておりますということでちょっとこれ後で食べます食べるの遅いので、はい、ということで今回の動画はここまでになるんですが、もしこの動画が少しでもいいなと思ってくださった方はぜひグッドボタン&チャンネル登録の方してくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。はい、ごちそうさまでした。完食、お腹いっぱいけどまたすぐお腹すきそうだな今日はもう寝ます。おやすみなさい。